ヤマン。はい、どうぞ三宅洋平くん、ライブよろしくお願いします。ギターもちょっともらっていいですかね。三宅洋平です。今、目下山本太郎くんを12月1日から応援しようと決めて、彼とは1日に初めて会ったんですけど、で、なんですよ、木名さんの時の選挙も僕、凱旋者デビューは木名小吉の選挙だったので凱旋者の上で歌わせてもらって、那覇と東京渋谷のスクランブル交差点の貴重な経験をさせてもらったんですけど、またこう選挙、あんま自分は政治は、まあ、どっちかっていうと自分が結構政治の近い家柄だったもんで、そこの末っ子末孫だったもんで、なんかそういうのは犯して生きてきた上で、音楽を通してすごくメッセージを出してきたんですけど、なんかこう自分の人生設計とか一回脇に置いて、今起きてる原発事故のこともですけど、基地問題もそうですし、まあ基本的に簡単に言っちゃえば世界平和ですね。なんでこれができないんだっていう、一体誰が戦争したいんだみたいな、そういうことも勉強するといろいろ理屈があって、がんじがらめの護送船団みたいな経済の構造もありますから、一概に言えないんだなっていうこともいっぱいあるんですけど、まあ事情ってやつですね。事情っていうのはやっぱり情けって字が入ってる分、やっぱり心とか気持ちとか音楽みたいな見えない力でどうにかしていけると僕は思うんですけど、でまあ今日また沖縄で木名さんとこういう形でぶっちゃけ会ができるっていうことで、まあ後でトークも楽しみにしてます。ユーストリームを見てる人もいっぱいいるんで、ありがとうございます。1回目上場だと思います。Thank you.
半生の終わりなき旅路の始まりだよ。Go far away, go far away from the radiation. This is a gypsy song. Go far away, go far away, keep the generation. This is a gypsy song. Go far away, go far away from the radiation. This is a gypsy song.震災が起きて自分なんか反原発の運動にちょっとこう参加したりもしていたので情報が早かったというか政府東電の嘘つき体質っていうのは嫌というほど3年ぐらい付き合ってたんでああいう時に本当のことを言わないだろうっていうことで騒いでたんですけどやっぱり言わなくてで3日目にはもう東京出て娘とか連れて沖縄に3月の15、6日にはもう入ってたんですけどだいぶテンパった状態で木野さんに会ったりもしてて、まあいろいろ縁があって今元部長にそれから住んでるんですけれどまた逆に何だろう そうですね、まあ、その頃に台所でそうですね炊き出しのツアーとかやってちょっと疲れ果てて5月頃に一息つけた時に沖縄の台所で作った曲が今の曲でした。はい、話が長くなる。トークショーの時トーク&ライブだからね。バカションピースケです。ハローハイサイ、よろしくお願いします。僕も一緒に陽平ともう3月16には沖縄に呼んでいただきました。なんか本当ここは島が呼んでくれないと呼んでくれない島だなって思うんで本当に感謝してます。ありがとうございます。
You are the one. You are the one. We are the one. Yes, we are the one. Yeah. Hope for the generation. We are the hope for the generation. We are the hope for the generation. We are the hope for the generation. そんな地方都市で地球の裏側のダンスの流行りを一人また一人と若手に伝えていくレコードバイヤー。空間としての平穏や平静、そして創造性を提供し続けるいつものカウンターで世界の平和に祈ってるカフェのオーナー。そこに伝ってくるフライヤーはまだ名もなき市水のデザイナーたちのコンペティション。さあ路地裏のフィクサーたちが予算にシックハックしながら赤字覚悟で読んだプライドで読んだイベントのポスター。それぞれの同調不同居主張コミュニティを象徴あるいは代表した名前が三千と並ぶ。それそのものがすでに数千枚街にばらまかれたアートのピースな試みで、路上のゴミ際は常にポップスを押し上げる近くの変動だ。路地裏のゴミ際は常に島を押し上げる近くの変動だ。ストリートのゴミ際は常に国を押し上げる近くの変動だ。当然だ、今日掘りたての自然薯みたいなもんか、あるいは高麗人参か、なんだって新鮮で手つかずの野生の生が一番やばいんだ。そいつは時に奥深い森や高い山へ自分の力で登り詰めないと手に入らない代物で、人によってはその経験によって人生の岐路に立ち、そしてまた旅立つ活力を得る。頭バビロンがそいつを金目当てに扱うとすぐに枯れるぜ。独自のアンテナを信じ切った幸運なお客たちは何よりも生々しい濃度と充足感を与えてくれた。この千夜一夜の物語に恍惚としながら活力を得て岐路につく。
欠点だらけの棟梁たち、少数民族の長老たち、文化の地方豪族、ローカルのリーダーたち、今宵集った地元の前衛的なお客が100人いたとして、その人生を年間に出入りする趣味の額は少なく見積もって1億円多く見積もって3億円、彼ら100人の人生のベクトル、日々の選択、これら全ては地域社会的に見てすでに大きな力だ。人から人へ縁と縁が取り持つこの一連、友達の友達に君が与えてるかもしれない影響、世界はリンクしていて恐ろしく近い、人から人へこの一円を織りなす千人くらいか、まだ顔も見知らぬ誰かの人生から流れて、友達越しににじみ出てきた名言、読み人知らず、大体同じ町のやつだったりするんだ、お前を慰めたその言葉、この人は価値観を超えてつながれ同志たちよ、恥も寺いも捨てて愛を語れ同志たちよ、旅立ったたった一匹のネズミ、風を止めるために噴火口に身を投げたイーハトークのゴーゴー踊り、宇宙へ最初に送り込まれたのはソビエトのライカ犬、人を食うことやめて餓死したトラ、木に身を投げて旅人を救ったウサギ、世界で最初に飛んでみせたトビウオ、キャプテンマーク任された彼や彼女、愛し、どやし、叱り叱られ、そして取り巻き支える100人が全国に、例えば4万7千人、その4万7千人の人生を年間に出入りする資金が、1人が年間100万円消費して、少なく見積もって470億円、多く見積もって1500億円以上、その4万7千人の人生のベクトル、日々の選択、これら全てはすでに国作り祭りことそのものだ、その4万7000人がそこの友達の友達に与えてるかもしれない影響、計り知れず、47万人の消費動向、ライフスタイル、日々の選択と人生のベクトルが、優に5人の国会議員を生み出すことができる大きな力、見積もって1兆円を優に超える大きな力、you
エネルギー、時代の空気、それは孫ことなき君自身だ。神を見つけに神社の奥深くへ分け入った。すると最後に鏡が置いてあった。映るのはやはり自分自身だ。 Oh, everything is up to you. Everything is up to you. Everything is up to you. You and you and I and I and up to you. Me and you and I and I is up to you. It's all up to you. 君の日常の中の神の所作、それで千年後の世界は、今ちょっと噛んだかね。大丈夫だ。千年後の世界は、千年後の世界はあったりなかったり。470 party people. You are the one, you are the one, you are the one, yeah. お金の話はそんなに得意じゃないんですけど、一生懸命計算しながら歌詞を書いたんですよね。たまに間違えるんですよ。470分の1だからね。470分の1、うん、いやね、だから本当あの山本太郎君もそうですけど、今起きてることは間違いなくメディアが報道しているよりは深刻ですから、原発一つ取ってもですよ。それに関することはまた後で話しますけど、なんか、うん、今いろいろマックスの行動をしなきゃいけないんだなと思うと、彼のように立候補するっていうのも25歳以上の成人は全員許されている権利ですから、そういうことを本気でなんか検討してでもいい社会というか、もっと良くしようっていうアクションがやっぱり足りなかったんだなっていうふうに素直に思っていて、だからあの正吉さんがまあちょこちょここうね、あの話してる中で自分は孤独だったっていうのを、すごくだから今こう僕らの世代がまたこう彼の言ってきたことをキャッチして、自分らなりに解釈ですよ。みんなわがままですからね、僕らね、うん、まあ、みんなそうですから、みんな、ね、どんなわがままかがね、問題だからね、うん、時間はどんなんですか、そろそろ OK。 じゃあちょっと短くやって、うん、で正吉さんに、そうですね、ああ、そのままで君
のは簡単なのさ。求めすぎたサクセス、踏み出すところには花が咲くよ。僕たちは今行かなくちゃならないの。 The revolution is not it's such an easy thing。 僕たちには行かなくちゃならない、場所があるのさ。ピースケです。お願いします。ありがとうございました。この後はキナジョッキさんです。三宅洋平くん、ピースケくん、どうもありがとうございました。